トラバンチャンネル。セカンドロー移動してボールを取った中野、一塁送球アウト。ヒットゾーンからというところだったんですけれども、一塁塁間、中野がボールをさばいて一塁送球。難しいバウンド、サード佐藤輝明、柔らかいグラブさばきでボールを取りました。すくい上げて一塁送球、一塁アウト。打ちました。鈍い当たりはピッチャーゴロ。大竹ボールを取り付くようにして取りました。一度身を横たえましたが起き上がって一塁送球、一塁はアウト。バットの先は二遊間のゴロ。ショート木浪がボールを取る。バックハンドトスで二塁送る。中野がそのボールをちょっと空中のボールをもぎ取るような感じで取りました。二塁上フォースアウト。いやセンター前に抜けるかっていうところではありましたけれど、福本さんちょっとこうおしゃれなプレーになりましたね。本当にね、うまく取りましたね。はい、ファーストゴロ。ファースト大山がボールを取る。一塁キャンパスで一塁アウト。素早く二塁転送、二塁アウト。ダブルプレーになりました。レフト浜風も押していきますが、レフト下がる、レフト下がる、下がっていって半身の体勢、前側ボールを取りました、アウト。二塁はフォースアウト、一塁へ送球、一塁もアウトになりました。ここはセカンド中野が体勢崩しながらよく一塁に投げ切りました。投げました、打ちました。コーンと合わせた打球、レフトの前のフライです。レフトボールを取りました、アウト。三塁ランナースタートを切った。ボールは中継からホームに帰ってきました。クロスプレーはタッチ、余裕を持ってアウトになりました。打ちました、引っ掛けた。セカンドのゴロ、セカンド前へ来る、前へ来る。ボールを取る、一塁へ送球しますが、これはアウトになりました。際どいタイミング、ループも俊足だったんですが、ここは中野が勝りました。バントしました。三塁側でこれました、これました。サードボール取る、一塁へ、三塁へ送球はアウトになりました。ここはピッチャー桐敷が取って三塁へ送球、アウトになりました。